ちガチであち。え？三年生の先輩方引退ですか？あ、監督やっちゃったんだ。オッケー、北側にしよう。いやもうこれは持ってるから、あいつは。大臣は最近読書に興味を持ち出したようだ。ちょっと待って、ちょっと待って、監督が無能すぎて、ちょ、野球に興味がなくなっていってない？大丈夫？ちょっと一回データ見よっか。なんかしばらく選手のデータを見てない気がする。そういえばデータ見よう。うん、選手データ、ミートとか総力結構上がってるはずだからな。え？え？これ何？このアベレージヒッターって何？え、最初なんかさ、違くなかったっけ？ジャスが、まあさっきね、パワー不足をちょっと感じてしまった。さすがに総力どうこうもあるんだけど、内野安打になることちょっと少なすぎるから。で、内野安打になることって D じゃない、総力が。ちょっとパワー上げたいね。錦織圭。マジでなんか本当に全部弱いね。まずは野球になるようにしよっか。なんこれ、偏差値見れんじゃん、このゲーム。スタミナ56ある。やっぱジャスバカや、偏差値40が。はい？大泉は31なんだけど。シャルテン、すごくないこのゲーム。ちゃんと70 75。39、ちょっと嬉しい。ほんとだね、俺シャルル氏がどうしてもこれさ、野球やめよっか。ああもう G だし、やってる場合じゃねえかもしらん。あ、そうか、シャルル氏にプルヒッターがついてるのか。今日から夏休み入りますぞ。はい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 、合宿が楽しみでござる。雷神のスタミナがバカバカ上がっていく。おい、スカウト、どんどん見ていってよ。ありえんやつが一人いる。なんでシャシャリ出てきた。ウケる。はい、合宿5日間頑張りましょう。楽しすぎる、合宿が楽しすぎる。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、2年考えさせて、2年待って。雷神の盗塁位置とかいらないんだよな。いやでもジャスの、でもジャスが盗塁があっても、イエース、ジャスの走塁。いやごめん、俺こっち行くわ、頼む。ここへ出んだよね。絶対にでかい、見ただけでわかる。ショートのジャスが守備職人になるのがどんだけでかいかは、石領との俺でもわかる。雷神、雷神をフォーカスして座禅。まあいいのでもいい。はあ、でかすぎる。うちの先発なんです。素振り、よし、それは言うこと聞くわ。素振りいきます。取ったら熱くね、取ったら熱くね。うわー、マジか。オッケー、全然いい全然いい。すごい、どうしたの錦織圭、なんで2個も取れんの。楽しすぎる、ちょっと待って、震えが止まらない。楽しすぎる、パープロ君。
雷神は何をしてるお前は。うわこれで取れたらめっちゃ熱いけどな。全然いい。いやこれ来ないパターンか。いや悪くない。2020年ベストゲーム決まったな。これ涙出てきた。喉枯れるわし、行く行く、喉が行く。一回データ見さして。うわー、いや待ってね待ってね、パワーが欲しい。急にパワーが欲しくなっちゃった。で調子安定がついたのよ。うわ、うん、そのね説明が欲しかったの、ずっと。機材と土で合わさってグラウンドレベル。了解。50-50なんだね。あー、なるほどね。間違いなく白だもんな、うちは。学校の評判が上がっていくとグランドが黒土に上がってきます。校長頼むわ。うちの選手を見れば分かんない、将来性があるって。もう黒でいいよ、プロが出るんだから。うちからはいいね、向上心がある。お前はどうした。これ何、今から特訓を行うか。今日張り切ってるのあの3人だな。おい、マジか。お、急に来たね。お、急に来たね。いや、今までスカウトとかにも見てもらったの、ジャスだからジャスで行こう。結構ね、スタミジャパン捨てだったんだけど、持ってるスキルが強えんだよな。嘘じゃん。こんなマジ。こういう系のイベントね。いやー、俺ジャスの器用さ信じていいか。俺こんなところでね、星2とか3取ってらんないんだよ。なんせ弱小だから急がないといけないの。行こうぜジャス、取ろう。なかなかいいセンス、頑張れ。さすがに無理だ。欲張りすぎた。ちょっとね、任も好きになってきた。ここまで来ると何かを開花させようとしてる努力、なんか監督目線からするとちょっと頑張ってほしいよね。すごいいい目を持ってますね。あ、オーダーいじっとか、ナイス。危なかったな。シャル、おっとね。で、坂下はもともと代打として起用する予定だったから、これでいいんだよな。ジャスが合ってるでしょ。待ってね。事件が起きてる。待って、大事件なんだが。待って、大事件なんだが。ごめん。ごめん、ごめん。マジでごめんな。それだけは許されない。監督として、情だけでなんか入れんのって許されないから。無理なの、それは。一瞬どっかで出すから。ダイソーとして、ありえない。F だとありえない、ダイソーは。ごめん。なんだろう、なんで出るんだろう、お前は。出ないかもしらん。ごめん。いや、これでかしてくれ。ごめんな。渋子を仕上げてます。渋子をしっかり公式戦に向けて調子を整えておりました。行こうか、試合開始。球児たちの後、右の石川マウンドに上がりました。今日は頼もしいピッチングを見せてくれるのか。
まずは1回の表、先頭バッターはジャパン。ジャパン先頭バッターはジャパン。でどうすんだっけ。で俺の対俺のも見んのか。でパワーがないから流しと。第9投げました。ジュドン初球打ってる。センター返し。うわーコースめっちゃ良くない。あーそこへ止まろうか。完璧。ジャパンナイスバッティング。ジャパンナイスバッティングだよ。君注目されてるからね。リードで迎える。ちょっと待って、スタミジャパンプロ行っちゃうかもしれん。ごめん。一塁に、人がいるから引っ張りだよね。違う違う、逆真逆よ。真逆真逆。ちょっと待って、一回やらして。流し。違う違う、流し。投球これから2球目。これも空振り。追い込んでから投げました。よく打った。え、入ったくない。嘘でしょ。ちょっと待って、公式戦とスタンビジャパンが持ちすぎてるんだけど。なんでこんなに打つの。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。主人公補正が入ってるって。喉も枯れるわ。まだ、ピッチャーが石川なんで。で待ってよ。流しだね。ズドン、しっかり流してる。いいよ、作戦通り。もう一発いっちゃう。引っ張ってるな。プラマイゼロ、プラマイゼロ。いいよ、許す許す。帰ってこい。いいよ、帰ってこい帰ってこい。大丈夫よ、切り替えていこうぜ。流し打ち満塁男で二塁にいる。待って、え、なんで6点入ってるの。おい何やってんだよ、雷神。意味わかんねえよ。バッターに答えようって気はねえのか。でセンター返しでいっちゃえな。投げた。ボール守備を上げないとこれが続くぞ。ありえない。まどまいまどまいまどまい。チャールル、チャールちゃん、転がせがさ、転がせ意味わかんなくてやりたくない。センター返しにしよう。第9公式戦でやるようなことじゃないよ。まずは見送りました。転がすな、ぶちかませって言ってんだ俺は。2球目ストライク。早くも追い込まれています。第3球を投げた。よし、4回でこれで3アウトになります。渋谷セカンドランナー残塁。5回の表が終わって6対4です。パワーがないせいでがっつり来てるって。やべ、雷神疲れてるな。待って、ちょっと待って、ライジンさん、ライジンさん、フォアボールとデッドボールしてます。これ変えるか。調子安定だけどちょっと打たれすぎてメンタルいかれとうよ。俺もうちょっと打ってもらうわ。スタミナを上げる。嘘でしょ、ベンチが薄い、ベンチがバリ薄い。どうしよう、3年生帰ってきて。もう変えるしかねえわ。イリノ、イリノイリノ、いやでもイリノ変えるしかないね。かける、イリノにかける。イリノの方が強い。しかもイリノ行け早く。来交番右のイリノマウンドに上がりました。渋谷これで全ての投手を使い切りました。期待しましょう、注目の投球です。はい、よろしくどうぞ。パワーもないから外角。インコース飛んでますか。外角に、外角に飛んでますか。第2球いいよ、いやいや慎重に行けば問題ない。フェア、よっしゃ、スリーアウトチェンジ。チェンジ、スタンミからスタートはでかい。スタンミからスタートはでかいぞ。試合は終盤7回に入ります。そいつは頼れる男。今日2打点を挙げています。2打点を挙げている。7回表ここ取りたいな。いや、お任せいっちゃおっか。頼んだぜ、ドカン。第2球ここからのね、打順は安定してる。で一発目の打者をスタンミが打ったおかげで潰してるから、しっかりここで打っておきたい。さあ4球目。ちゃんと野球の目持ってるね。野球の目持ってるね。待てよ、焦る必要ないな。いやでもワンストライク持ってる。待とうか、待っちゃおう。投げた、シュー、これが監督。いや俺ね、ちょっと待ってね、こいつ球が遅かったんだよ。盗塁、盗塁、
完璧に遅い球をそれてる、イエス大事な場面で盗塁を決めました。はぁ楽しい、野球楽しい。ヒットエンドランって何、ヒットエンドランできるジャス、どうかな、ヒットエンドラン興味あるジャス、ヒットエンドラン行こっか。ヒットエンドラン何それ、ヒットエンドランしようか。ヒットエンドランって何、スタンドに入りました、ファール。ヒットエンドランできるんだったら行っちゃおっか、ジャス。ジャス行ってみようか。スタート打ちました。ヒットエンドラン1、2塁間。アウト。渋谷、なお、わかんない。ヒットエンドランって何だろう、わかんないね。ヒットエンドランが何だかわからないね。ここでワンアウト犠牲にしてホームに返すよりかはしっかり点取って勝っていこうよ。お任せ。ちゃんと打てな。いいよ、触れてる触れてる触れてるよ。投球これから2球目、ストライク、バッター追い込まれました。第3球、お前に任せる。投げました、よっしゃー、これが大泉じゃ。今の喜びでちょっと待って、脳が全部飛んじゃった。試合が終わってない、待って、ショートしちゃった。あーっとね、待ってね、俺は第9、俺は合ってると信じる。これ俺コメント見ないや、俺ちょっとコメント見ないね。第2球投げました、ボール、ツーアウトなんだよ。で4番と勝負するわけにはいかねえんだ。第3球を投げました、ボール、うん、第4球をマジで見ないでいく。ここは歩かせます、いいはず。満塁のピンチで迎えるバッターは千葉、今日2打点を挙げる千葉。お前調子悪いじゃねえか、俺と勝負しようぜ。あ、伝令か、伝令ね、助言する、大事やるな。マウンドに選手たちが、ナイス、素晴らしい、ナイスはナイス。いやー俺はお任せしちゃいたいな、こういう時選手を信じる心。第2球投げた、外れた、お前は2球様子見たと思っていい。待ってね、ちょっと待ってよ、どうしたの、どうしたの、急にどうした、ありえないことしようとしてない、イリノありえないことしようとしてない、マジでむずい。変化球コントロールない状態で投げたらフォアボールになる可能性が高すぎるよ、俺無理だよ。俺イリノ調子悪い千葉に勝負しないと勝てない、全部ストレート、悪くない、いやったー、あーよかったー、なんとか切り抜けました、追い込んで投げた、よく打った、いや切れてる、ここしかなかったチャンスは、嘘でしょ、左中間へあっと弾いた、取れない、ボールが点々と転がっている、イリのいいバッティングを、そこで、え待って、この打順は熱すぎるが、この打順は熱すぎるが、いっちゃおう、よっしゃ、スローカーブ曲がりすぎ、怖い、曲がりすぎ、すんげえ回ってたぞ今、振り、野球はこれがある、打ちました、投げました、打った、これは強烈、入れば勝ち越した、打球はそのままライトを見送った、ホームラン、スリーランホームラン、ジャパン今日これが2本目のホームラン、チームメイトが迎えます。スタミナ、お前プロ行こっか、スタミナ、お前プロ行こっか、そろそろスタミナはプロ行った方がいい。第3球を投げた、アウトコースでストライク、外のボール球に手が出ました、忍者出して、第4球を高め、空振り三振、バッターは2年生、そんなの忘れてたよ、ダイソーやばくない、ちょっと待って待って、なになになに、え守備あんの、なんで守備あんの、9回表、あそうか、あっぶねー、忍者忍者悪い忍者本当にごめんだけど、
本当にごめんなんだけど出番がない。これは無理だ。うっそこれはちょっと、これはちょっとね、ちょっと待ってね、今ね球場が揺れてるんだよね、コールしてる。忍者忍者忍者来たな、出番が忍者来たお腹痛いちょっとわっしゃねっ死ぬ死ぬ死ぬ、ああ殺しに行ける、殺しに行ける、もう無理だ。ほら忍者行け、お前のために俺たちは用意したぞこの舞台を、ぶちかませ。第2球絶対打てよ、よしよく取りました。これで3アウト。9回の表が終わって12対6、渋谷リードを6点としています。よし出た、うわサークルチェンジすごい。お前そういえばそうだったな、そういえばそうだった、忘れてた、サークルチェンジ4持ってるわ、マジか。緩急重視でしょ。第9、おい投げた、うひょー、止まる止まる、投げた高め、関係ない、ジャスティン掴みました、ゲームセット。あーやったー、初勝利だぜ、公式戦勝っちゃう、ジジイ。スカウトの皆さん見てましたか、2回ツーラン8回スリーラン打ってます、大泉北川も上げてますよ。